連邦様式のタウンハウス。クリニチビレジ歴史地区のワシントンストリート651、655に立つ。ワシントンストリートはニューヨーク市マンハッタン区を南北に走る通りである。ワシントンストリート、北はミートパッキングディストリクト内の14丁目から、南はトライベッカ内のユベールストリートまで、さらにフィナンシャルディストリクト内では所々建物に分断されて走っている。 この通りのほとんどの区間は、ローアーマンハッタンで最も西の通りである、ウエストストリートのすぐ東隣を走っている。例外として、ウエストビレッジ内の一ブロックだけ、これらの通りの間にウィーホーケンストリートが走っている。この通りと交差する主要な東西方向の通りは、北から順にクリストファーストリート、ハウストンストリート及びキャナルストリートがある。また、この通りが通過する地区は、 北から順に、ミートパッキングディストリクト、ウエストビレッジ、ハドソンスクエア、トライベッカ及びフィナンシャルディストリクトである。キャナルストリートより、北の区間は南行きの一方通行で、それより、南の区間では北行きの一方通行となっている。ワシントンストリートの名前は、初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンから付けられている。この通りの土地は、 トリニティ協会が所有していたが、1808年にニューヨーク市に譲渡された。1940年代までは、ワシントンストリートの特にバッテリープレイスからレクターストリートの区間は、リトルシリアと呼ばれる地区で、主に現在のレバノン及び、シリアからのアラブ人キリスト教徒の移民が住んでいた。この地区は、ザ・ニューヨーク・タイムズによって、ニューヨークのアラブ世界の中心と呼ばれた。 しかし、1950年に開業したブルックリンイコールバッテリートンネルを建設するために、この地区の立ちのきが行われ、建物は破壊された。ガンゼボートストリートとワシントンストリートの地点のハイラインの南端とその背後に見えるスタンダードホテル。ワシントンストリートはマンハッタン島のほとんど西端を走るため、交通手段はそれほど多くない。またバスはクロスタウン M8 バスが、 西行きはクリストファーストリートで、東行きは西10丁目で、この通りを横切っている。クロスタウン M21 バスは、ワシントンストリートの南部、ハウストンストリートから、スプリングストリートの区間を走り、そこから東へと向かっている。この通りの近くのニューヨーク市地下鉄駅は、北から順に IND8 番街線及び BMT カナージー線の14丁目8番街駅。 および IRT ブロードウェイ7番街線のクリストファーストリート、シェリダンスクエア、ハウストンストリート、キャナルストリートおよびフランクリンストリート駅がある。客中、ありがとうございます。